違うじゃないもん。はい、道玄坂カフェさん通常営業中にオフ会を兼ねての動画撮影です。はい、2本目は、自己紹介してない。はい、心霊アイドルのリュアです。お酒が大好きです。リュアって気軽に呼んでください。はい、あと、天の声、横の声。ナインバイの声、とったこうです。お願いします。お願いします。本日2本目は何ですか。はい、2本目はこちらの豪華な箱に入ってるきらめきです。お、中にレンガが入ってるってやつですね。レンガごめんごめん、日本酒じゃなくてレンガが偽物で入ってるって話かって、ちょっと冗談に言っただけ。はい、じゃじゃん、きらめき。おこんな豪華です。高そうだね。ですね、なんか高いらしいですよ。おや開けられるかが心配なんですが、ひらめき、まず紹介します。はい、こちらはですね、シャープで上品な辛口ということで特徴が果実の代わりにハーブなどの爽やかさが感じられる広がりのある味わいで、すっきりとした喉越しでシャープな上品な辛口だということで。辛口が大好きです。はい、で冷やして飲むといいっていうことで、さっき冷やしていただいてました。開けられるかが心配なんで、さあ行ってみましょう。ドジなところ。いや、ドジではない。
もうすぐね水着になっちゃうんですよ。日本放送さんでも、日本放送さんってラジオじゃないですか、はい、なのに水着になって、あのただの露出狂じゃん。一応そういう企画で、ね、あの本当はそう放送中だけ脱いでればいいのに、もう休憩中とかも上も着ずにそのままトイレ行っちゃうから、どうぞどうぞ。社員さんもなんかね、喜んでくれてるみたいな。リュウちゃん、また呼んでよ。いや、リュウアだけじゃなくて、みんななんか水着ギャルいいねみたいな。おとか、うん。でも普通にグラビア好きですね。なんか DVD やなんか出したりとかしてんの？してないです。あれ？写真ばっかり？写真ばっかりだし、なんか DVD とか映像系になると水着よりもその着物だったり、なんかそっち着てる方が好きって言われるんですよね、水着よりも。言ってくれてる。実際着物の写真くらいで綺麗だったからね。すごいよ、楽しかったんですよ。それ着物のやつはその写真集にしようって思って今取りだめてるんで、まあちょっとちょいちょいしかお見せできてないんですけど。もうモデルさんグラビア系をやってるのかな。そうですね、だって普通にバラエティ番組とかも好きで、うん、もうトークライブとかにも出たりとかしてますね、うん、なんか最近出たのって何か。最近出たの階段系以外ですよね。階段系以外なんだろう、うん、もうなんか最近全部世間話も怪談になっちゃうから、なんかそういうの出ても怪談系以外って言われるとちょっと幅を利かせようかなと思って聞いていくだけ。怪談系の最初の何か出たのか。最近出たやつ、この10月期でいろいろ出ましたね。で本当キンキンだと、あの元 AKB48 の野呂佳代さんっていう方のショールームの番組の「呪っていいとも」っていうのがあるんですよ。「笑っていいとも」風のやつに、あの謎のツインテールででもひげ生えたおじさんの外国人さんとレリー・ビアードさんっていう方と一緒に出たりとか。何の話をしたの？なんかあの昇竜拳はいいよねとか言われました。階段全然関係ない。はい、階段はしました、もちろん。なんか、野呂さんはどういうことみたいな感じで、あの後で説明して、こうこうこうだから怖いんですよって。階段進行した。つい最近そんな感じだったんです。その動画は何かで見れるんですか？ショールームはあのアーカイブが残らないんですよ。でも後であの動画いただくんで見た感想を言います。自分で見た感想を言います。了解でございます。じゃあ2本目はこんな感じにしておきますか。はい、2本目はい、持っていきます。もう皆さんが飲みたそうにしてるので2本目終わります。